皆さんこんにちは、ペンギン堂のペンギンです。本日観察していくのはプラチナ万年筆のキュリダスです。キャップのない万年筆観察シリーズ3回予定しているんですけど、前回は1回目でパイロットのキャップレス、今回が第2回目のプラチナキュリダスになります。実はこの3回シリーズをやるにあたってパイロットのキャップレスと、ラミーのダイアログ3は我が家にあったんですけども、このキュリダスだけ、持ってなくてですね、ちょっとお知り合いの A ちゃんからお借りして2週間ほど使っての、レビューになります。プラチナのキュリダスは、発売が2020年ですね。なんかキャップレスに比べて随分新参者というか新しいっていう印象があるかなと思うんですけど、これまた実は、プラチナが初めてキャップなし万年筆を発売したのが、1965年なんですね。パイロットのキャップレスが1963年なので、追随する感じで2年後に、プラチナノックっていうのが発売されてます。これね、ほとんど中古市場でも見かけない激レア商品なんですよね。パイロットキャップレスは初代が発売されてから現在に至るまでこんなにたくさんのラインナップが出てるんですけども、プラチナノックに関しては非常に長い年月空白の期間があって、そこからのキュリダスになります。キュリダスっていう語源はプラチナのホームページを見ると、クリダスプラス英語の好奇心っていう意味を持つキュリオシティを足して作った造語だそうですが、まあクリダスっていうとこう回して出すみたいなちょっと回転式のイメージがあるんで、ノック式だと押し出すになるんでしょうか。まずは、外観から観察していきます。まず第一印象がですね、長いっていうところですね。長いですよ。かなり万年筆としては長い方になり、まあその長い部分っていうのはやっぱりこのノックするパーツの部分になってくるんですね。まあこれはキャップレスでも言ったんですけども、ノック式万年筆の宿命なので、まあ構造上しょうがないのかなっていった部分です。で、持った感じの重さは、まあ、キャップレスと比べるとだいぶ軽いかなっていう、まあどうしてもボディが樹脂になるので全体的に、まあ、軽い感じにはなってます。でもね、結構握った時の太さは感じられますね。で、最大の特徴というかこのクリップなんですけども、これが外せるんですよね。このクリップを外すためのパーツっていうのが同梱されていて、外すことができます。こんな風に説明書にも書いてありますね。ちょっとやってみますか。こんな風に取ることができました。クリップがないとね、だいぶすっきりというか若干寂しいかなっていう気もするんですけども、こんな感じになります。ちなみにクリップを取った状態でもここにこういう出っ張りがあるので、実はこう転がり止めにもなっているっていう。で、やっぱり気になるのがこのノックする部分の長さ、ここペンシンを出す時のストロークの長さですね。これはキャップレスも同様なんですけども、キャップレスよりもさらにストロークの長さが多くなってて、ここはやはり気になる人は気になる部分かなと思います。私が手が大きいのでそんなに気にならないですけど、すごく小柄な人だとここが何ですかね、ちょっとやりにくく なかったりしないかなと感じました。ペン先はステンレスのみになります。ちなみにペンの地幅の種類ですけど EFFM の3種類となっていて、パイロットのキャップレスはプラスして B もあるので、プラチナは B が存在しないっていうところが結構大きな差ですね。パイロットのキャップレスよりもここ出っ張ってる部分が大きいです。
でキャップなし万年筆で大事なところ、この密閉性なんですけども、キャップレス同様こうシャッターがペコッと閉まるようになっています。でこのだいぶ乾かないよってい こう気密性を公式ページでも歌っていました。でちなみにこれ、持ち主の A ちゃんは結構放置してたっぽい、1年くらい放置してたのかな、まあ分かんないんですけど、そのくらいちょっと最近使ってないんだよねっていう状態で、お借りしてきて、完全にドライアップしておりました。さすがにその期間使わないとしょうがないのかなって思いますが、私が借りてきてから2週間くらいは、書き出しかすれるっていうことは一切なく、その辺はまあさすが大丈夫かなと思います。構造はこんな感じですね。やっぱりこうガイドがあって、このポッチに合わせてこうガチャッとするバネがすごい強そうですよね。鉄ペンで、まあパイロットのキャップレスに比べるとやっぱりちょっと硬い、タッチは硬いなっていう気はしますけど、インクフローも良くてとってもスムーズに書けます。で他のプラチナと同様で、やっぱり書き味は、書き応えがあるっていう言葉で言ったらいいんでしょうか。パイロットと比べるよりもこう書いてる感がありますね。紙との抵抗が、計算された抵抗を感じます。でこれ F なんですけど、なんかこんなもんかな、結構細い方の F みたいな気がします。これがキュリだし、でこれニース、これも F なんですけども、ちょっとね、まあ、インクも違うのかな、いや一緒だと思うんだけど、これがセンチュリーの F。 でこれがプレジールの 0.3 とかいう表記なのか、プレジール 0.3。 なんかね、 F でこれなんで、なんか EF だともっと細いのかなって、まあ小さい字を書く人、手帳とかで細かい字を書く人にはもういいかなって思うんですけど、まあ F でもいいのかなって。で最初印象として、まあちょっとデザインが、まあ、若干どうしても樹脂なので、こうちょっとチープめなので少し敬遠してたんですけども、まあ、これはこれでもうこの方向性でいいんじゃないかなっていう、このノック式であるっていうこの簡便さなんですかね、こうスピーディーであるとか、こう軽快さとこの樹脂のこうラフな感じのに扱えるっていうのがすごく合ってるというか、そういうのバランスがいいんじゃないかなって思います。であとはまあ握った時にここのクリップが取れるので、まあ好きなところが持てるのは私的には結構好きですね。まあ、鉄ペンであることはそんなに、もう今ね別に鉄ペンだから金ペンよりも硬いとかあんまりもう気にならないんで、もう書きやすさはあまり変わらないです。普通に書きやすいですからでパイロットよりもいっぱい出っ張ってるので、もう何ですかね、個人的にはなんかこうこの何ですか、この持った時のこの三角のバランスはこっちの方がなんとなく取りやすい気がして、
なんか書きやすい気はしました。プラチナさんが、まあ、この路線でこう樹脂のこういうなんですかね、スポーティー寄りというかラフな路線で出してきたっていうのは、こうパイロットとこう競合しないようなところを攻めてきたっていうのはすごくいいんじゃないかなっていう私は思いました。本日はプラチナ万年筆のキュリダスのご紹介でした。初代のプラチナノックが発売されてから約50年以上の時を経て誕生したキュリダス、プラチナさんの、いろんな技術とか思いが詰まってる一本なんじゃないかなって感じました。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございました。それじゃあね、またね、バイバーイ。